今日車をぶつけてしまって心も車もへこんだ藤本です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ネム、IOST、そしてビットコインキャッシュのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは株や仮想通貨のチャート分析を毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はですチャンネル登録をしてみてください。はい、仮想通貨市場ですけども、昨日ね夜上げてたんですけど、今朝ちょっとさ、昨日の夜中にガンと下げましたね。ただまあ、それについてね、どう思ってるかみたいなところをね、話していきたいなというふうに思います。そして今日ね、久しぶりに藤原大学、サブチャンネルの藤原大学の方の、動画をアップロードしております。今回はね、元大阪府市長、大阪府知事の橋本徹さんがね、お金について言及した記事について簡単に解説してますので、ぜひ、このチャンネル見ていただいているお金のことについて、考えている皆さんは藤間大学の方のお金関連の動画も見てみてください。はい、じゃあ今日も仮想通貨ニュースを読み上げてから、6つの仮想通貨チャート分析いきたいと思います。今日はですね、ブルームバーグの記事ですね。今日はやっぱりこれを取り上げるべきかなと思いました。仮想通貨関連株が軒並み急落しましたということね。北米市場、コインベースの株価下落がきっかけということです。アメリカ時間で14日にコインベースがね、上場しましたが、一旦ね上げたものの、初値から 14% 暴落したところで、引けたということで、1日目はねちょっとまあ軟調な、相場だったような気がします。まあこのコインベースの上場ねかなり注目されてましたので、時価総額がね、1000億ドル超えというね、まあ大型ルーキーの登場ということなんですけども、まあ初値はね、初値から 14% もまあ終わり値は下がってしまったということで、これに関連して仮想通貨関連の株価が暴落したということですね。例えばマラソンデジタルホールディングスが 16% 安、ギャラクシーデジタルホールディングスが 16% 安、ライオットブロックチェーンが 15% 安みたいな感じで、軒並みもう仮想通貨関連の、企業の株は下がったらしいんですよ。それと同時にビットコインの価格も、大きく下げました。それが昨日の夜中の、まあ、下落の要因じゃないかというふうに言われているようです。まあ、それでもね、まあ今からチャート分析いきますけども、あんまり私はね、昨日のその、下落は別に大したことじゃないなと思ってはいます。はい、今日の記事はプラスマイナス10で、マイナス3ぐらいにしたいなと思います。はい、じゃあビットコインからチャート分析いきましょう。ビットコインがね683万円を推移しております。日足ではこんな感じですね。あれ今日はちょっと眩しいかな、こんぐらいかな。これ平行チャンネルで、まあビットコインはね平行チャンネルの中で言うと、まあまだ下に近い方ですね。一時期705万ぐらいまで上げたんですけど、まあ、昨日のね、その、夜中、コインベースが上場して終わりね、で 16% 下げたところの、ここのね、下落ね。で、それでビットコインも下げましたって感じなんですけど、でもまあ、これ今4時間して見てみても、まあ、安値切り上げなんでね、まだそんなにストーリーは変わってないかなと。基本的には上目線で、このまままたじわじわ上がっていくんじゃないかなと思います。で、落ちてきてもまあ、この辺ね、この辺。660万ぐらいまでは、まあ、許容していいんじゃないかなと思いますので、FX したい人は、まあ、ロングしてもいいと思います。まあ、理想を言うならもう一回ね、この、平行チャンネルの下限ぐらい、6万ドルぐらいでロングするのがま、理想的な、もうちょっと下げたところまで引き付けてからロングする方が理想なんですけど、まあ、このチャート形状だと、ま、基本的にはまだ上かなと。いう感じですね。上がってくるとすると、もう850万ぐらいまで行ってもおかしくないので、7万6000ドルぐらいかな。それぐらいまで、狙えるんですね、今からね。FX で。ということで、まあ、引き続き買いということでいいんじゃないかなと思います。そうですね、下落は限定的だったので別に良かったかなと思います。じゃあ次に、ね、リップル行きましょう。リップルがね、187円ですね。いや、同じくね、ビットコインが下げた時に一回下がりました。170円ぐらいまで下げたんですけど、まあ反発してきてる感じ。
で、リップルもまだ上昇トレンドライン、こういう風に引くとまだ割れてないので、まだ上見ていいかなという感じで思っております。いい感じに一回 RSI もね、枯れすぎラインから、落ちてきたので、またもう一回ね、RSI が80とかまで行くと考えると、まあ、300円とかね、それぐらいつけてもおかしくないかなと思ってますので、引き続き、FX は、リップルもロングしていいかなと思います。もう現物はもう多分100円以下に戻ることは多分ないと思いますので、もうないと思います。もう多分相当先までないと思います。このままもうじわじわ上がって、冷やしなんですけど、じわ上がってくる相場になってくるんじゃないかなと思いますので、今週末とか来週ぐらいにまた、さらに上目指して300円とか全然あり得るかなと思います。はい。じゃあね、ちょっと順番がイデコであれなんですけど、ビットコインキャッシュ行きましょう。ビットコインキャッシュはこんな感じですね。ビットコインキャッシュかなり上げたんですよ、実は。あんまり注目されてないんですけど、高値更新しましたね。年初来高値更新して、9万円まで1回上げました。で、前から言ったように、こういう波打つ形で上がってきてます。で、平行チャンネルが効いてるような形になります。ちょうどね、こう結んだ線にビタビタに、今阻まれてる感じなんで、そうですね。だから現物一旦売ってもいいかもしれないです。今売って、また下がったところで買い回しするとかして、枚数増やしてもいいかもしれないですね。今からここから下がってくるとすると7万円ぐらいまでまた落ちてくる可能性あるので、一旦利益確定も検討してもいいんじゃないかなと思います。なんでかわかんないけど、ライトコインも含めてペイパルの銘柄が、なんか昨日あたりから強いんですよね。なんかあったかな。で、ビットコインキャッシュは、まあ、利確してもいいとは言ったんですけど、まあ、長期的にはね、まだまだ上がり幅があるんです。今まだここで、2017年の高値これ56万円ぐらいまでありますので、まだ今からね、6倍ぐらいまで取れる可能性があるので、まあ基本的にはまだ長期目線で、もう50万円台とかも狙って、持ち続けた方がいいかなというふうに思ってます。はい、じゃあ次ね、イーサリアム行きましょうかね。イーサリアムが、267,000。イーサーもかなり上げましたね。こんな感じで。あんまりね、ビットコインが落ちた時にあんま落ちなかったんですよね。で、私はどうしたかっていうと、実はロング利益確定しました。さっきね。というのも、もう、平行チャンネルの、上限ぐらいまで来てしまったので、この辺で一旦ちょっともう手締まりしようかなっていうところで、$2,450ぐらいで、利益確定しました。はい。こういう平行チャンネル。もう、ほぼもう上限まで来てますので、こっからさらに上ってのはちょっときついかなと思います。もしこっから上さらに上がってくるんだったら、追加でロングしようかなって感じですね。どっちかというと今からまた調整してきて、22万ぐらいまで落ちてくる感じかなと。いうふうに思いますが、まあビットコインがまた上げてくるんだったら、まあ平行チャンネルのセオリー下抜けですけど、平行チャンネルの上抜けっていうパターンも、なくはないかなと、思います。はい、とりあえず私は一旦ロングが利益確定しました。じゃあ次 IOST 行きましょう。IOST がね、今 0.075 なので、8.2 円ぐらいですね。昨日もう10円近くまで来ましたね。0.091ドルなんで、10円ぐらいまでタッチしました、ここね、ヒゲで。強いです。だからもう使用された感じでもういよいよ近づいてきてる感じなんですけど、ちょっとね、ヒゲが長いんですよね、昨日のヒゲが長いので、ちょっともう一旦利益確定入ってきたかな、という感じなんで、一回調整して、この三角持ち合いの加減ぐらいまでタッチするんじゃないかなと思ってます。タッチするんだったら7円とかそれぐらいまで一旦落とす可能性はあるかなと思いますので、まあ落ち着いてね。まあ市場された金を狙うのであればまあ7円ぐらいで買ってもいいけど、まあでも IOST 今から買うんだったら別にまだ上げてない子に買った方がいいんじゃないかなっていう感じはしてますけどね。はい、IOST は以上です。じゃあ次、ネム行きましょう。ネムが 0.41 ドルなので、419ドルか。46円。基本的に今は変わってないです。こっちのね、上昇トレンドタッチしていて、じわじわ上がってきてる感じですね。
で、もうちょっとしたら、まあ明確にこのボックスレンジ45円、上が45円、下が33円のボックスレンジを上抜けするので、そこから強く跳ねてくるんじゃないかなと。まあそういう目線で変わらないです。あとは、移動平均線が、今は、ゴールデンクロスですかね。移動平均線ゴールデンクロスしてますので、そろそろちょっとぐわーっと上がってくるんじゃないかなと。来週あたりに大きく上がってくるんじゃないかなと、いうふうに思います。はい、今日もそういうわけで、6つの仮想通貨のチャート分析をしてみました。今日の動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、ビットバンクとビットフライヤーとコインチェックがおすすめです。そして日本の取引所にはないコイン買ってみたいという方は、100種類以上取り扱っているバイナンスが超おすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方は、バイビットと FTX とオーバービットがおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤村でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤村でした。